第4位は関東バーチ全員みんな兄弟に対するみんなの反応。ほい、来たー。始まった。今度はどこ行くんですか？なし、小角形。土魔法便利すぎる。偵察用足場がすぐ作れる。石油か？2時の方向にラスターグリズリー群れています。すごい雪誇りです。ドドドドドドド。くまくまくまであ。すごい雪誇りだ。何匹だ？ 8、いや10匹はいますね。こっちに気づいてますよ。まっすぐ近づいてきます。早い。めっちゃ早くて草。すごい勢いできてる。3回しろ泥沼降りてこい、援護を頼む。泥沼、はい。今だ、かかれ。泥沼が泥沼を。本当に泥沼やんけ。ルビそんなこともできるのかすげえな。うおーわー。なかなかのチームプレイじゃん。泥沼といえば熊戦闘みたいなとこありますよね。おい石油が来てるぞ。グオー、ドラゴンか？上から来るぞ、気をつけろ。グリズリー派奴らから逃げて。ひえ？一人やられた。原作者も知ってるドラゴン。おい泥沼どういうことだ？サボってたんじゃねえだろうな。雪ほこりで見えなかったんです。はぐれ石油戦だ。ドラゴンはやべえ。作的にも限界がある。うわ、動く動く。これはハードな戦闘だな。ティガレックスみたいな動きしてる。モンハンかな。畜生撤退だ撤退。煙幕をかけます。バラバラに逃げてください。撤退だ撤退。バラバラに逃げるの？身体能力高すぎる。ウデウスくん、ルーデウスかっこや。やっぱバトルシーンかっけえんだよなこのアニメ。火炎放射じゃなくて炎弾タイプなの。誰このイケメン。大人になった。大きくなったね。ルビプレイ。モンハン始まってるね。あ、かかった。やったやったぞ。フルボッコやったか。やったな。一丁上がり。倒しやがった。ルーデウス一人で倒しちゃったよ。ルビイケメンすぎる。やっぱ顔つきがだいぶ大人になってきてる。ルビ提供。提供何があった？う、月曜の朝起きた時の僕みたいな提供だ。その顔はなんだよ。いや泥沼お前本当に強いよな。伊達にま大陸を旅してきてねえな。強い強いとは思ってたけどここまでとはな。相手も死にかけでしたからね。弱ってたから倒せたってレベルじゃねえぞ。もうお前一人でいいじゃん。なあ泥沼、そろそろうちのパーティーに正式に入ってもいいんだぜ。お前だって居心地が悪いとは思ってないんだろ。いえ、名が売れてしばらくしたらまた次の国に行きます。母親を探さなきゃならないんで。あれ、ルーデウスだいぶ大人になってる。前回から何年か経ってるのか。今日も一日ありがとうございました。いつもの。ロキシーのパンツをあがめる。ご神体拝むのやめろー。なんやねんこいつ。はぁはぁ。うほ、いい体してんねえ。まっそうまっそう、筋肉派まっそう。筋肉は裏切らない。はぁ、何やかなっとんねん。違う方向に目覚めつつあるね。筋肉見てうっとりするのやめてもらっていいですか。その時である、石油が現れたのだ。そして彼は巨大な石油を自身の代名詞である泥沼に見事沈め、もがく石油に巨大な岩の塊を。金融詩人だ。英雄譚になっとるやん。つまんねえんだよ曲変えろ。そうだ酒がまずくなら？ひどいな。歌の主人公本人がいるというのに。金融詩人さん国労です。本人そこおるぞ。おや？出たわね。来たー。エッチなお姉さんだ。エリナリーゼ来たー。ようやく見つけましたわ。泥沼のルーデウス。とうとう見つかってしまいましたか。と適当に返したが見覚えがない。インランエルフさんだ。ドスケベエルフさん来たー。整合立てロールさん。聞いていた通り目立つからすぐ見つかりましたわ。今さっきようやくって言ってませんでしたか。もっと東にいると思っていたんですの。ペロリ。食われちゃう。なんだ、一目惚れでもされたのか。それとも最近結構たくましくなってきた肉体に垂涎かな。成長期でもあるし筋肉がついてきたのだよ筋肉が。一目惚れでもされたのか。道中何人食ってきたんだろうな。どうしました？いえいえ、何でもありませんわ。ただのショタコンでは。エリナリーゼさん文句なしでドタイプです。おう、泥沼に女がいたなんて。気を利かせてきたな。 BGM やめろー。私の名前はエリナリーゼ。エリナリーゼ、ドラゴンロード。あなたの父パウロの元パーティメンバーですわ。そしてロキシーの友人ですの。え、師匠のですか。師匠は今どこに。父の元同僚。パウロの知り合いか。誰ですかこのエッチなエルフは。それより、それより、近い。聞きましたわよ。はぐれ竜をほぼ単体で撃破したとか。まあ相手も死にかけてましたがね。なんという色気のあるお姉さんだ。このお姉さんに ASMR されたい。ロキシーが自慢するのもわかりますわね。師匠に自慢されるって聞くとなんだかくすぐったい。何触ってるんですか。胸板ですわ。たくましいですわね。さっきから何なんですか。もしかして僕のことが好きなんですか。なんか触ってくる。コークチェフやん。何触ってるんですか。いい男ですわね。想像以上に、びっくりしましたわ。もっと子供だと思っていたんですけれど。うっふふ。たくましい胸板。インラン女がよ。お姉さんもなかなか美しいですよ。誘ってきやがる。こいついつも発情してんな。ロキシーの前に食おうという三段買う。
ふん、俺はからかわれて慌てるような GT ではないのだ。でもエンディングだよな。勃起不全だから余裕でいるのやめろー。え、マジで？なんか雰囲気出てるんだけど。え、いいの？ズッキュンってやっちゃっていいの？マジ？これは食われちまう。やっぱりこいつショタコン女か？ズキューンじゃねえんだよ。そんなことしてもボツだないぞ。あら？あらあら、不格好で可愛らしいですわね。どなたにいただいたの？幼なじみですよ。幼なじみ？エルフの方ですの？そうですけど、なんでそんなこと聞くんですの？しまった。映った。いえ、大したことではないですけれど、ちょっと失礼。映ったう。みんな興味津々でわろた。張り付いて聞いてるやついる。お揃いですわね。そうですね。あら、いけないわ。私ったら。あんまりからかわないでくださいよ。私、男をからかったりなんかしませんわ。でもパウロの娘になるつもりはありませんし、ロキシーの友達でもあり続けたいんですの。てんなよ。周囲の反応。みんながっかりしてる。デイリナリーゼさんは僕に何かご用ですか？あなたに朗報を届けに参りましたわ。朗報？朗報？朗報とは？はは、あの日ゼニスの居場所が判明した。ゼニスはベガリット大陸の中央付近にある迷宮都市ラパンというところにいるらしい。ゼニスの居場所が判明。ようやく手がかりが。マッマの場所は買ったのね。ここから徒歩での移動となると1年以上かかってしまうかもしれない。その上もうすぐ冬が来る。徒歩1年、遠いな。そんなにかかるの？そのため今しばらくはこの国に滞在することにした。エリナリーゼによるとゼニスはのんきに迷宮探索をしているらしいし、それに迷宮探索ね。よく生きてられたな。母親はダンジョン入ってるの？あなたが急ぐ必要はありませんわ。私たちがパウロの家族の捜索をしていたところ、ロキシーと出会ってパーティーを組みましたの。今頃はパウロたちと合流してベガリット大陸に着いている頃ですわ。師匠も捜索に協力してくれていたのですか？パウロはともかく、ロキシーが向かったならひとまず安心だ。パウロはともかく、のんきに迷宮探索してるなら安心だな。おやおや、ごゆう。あらるーで、うす。お帰りなさい。ただいまエリナリーゼさん。今日も朝からお盛んですね。またやってるよ。いけません、エッチです、いけません。朝からお盛んですね。お盛ん、何のことかしら？わかりません。寒いんだから風邪ひかないようにしてくださいよ。薄い本で見たような展開。これ絶対入ってるよね。おい、なんてとこでやってるんだ。風邪ひくぞ。エリナリーゼが大変なビッチであることはこの1週間でよくわかった。何せ気がつけば男を部屋に連れ込んでいる。それもほぼ毎日。毎日男連れ込みう。盛りまくってるじゃねえか。はぁはぁ、やってんじゃねえか。ガン開けでいいね。公開プレイじゃん。存在自体が犯罪のような女である。存在自体が犯罪。観客集まってて笑った。名物になるだろ、もうこれ。もちろんそれを咎めるつもりはない。むしろ俺もそれに巻き込まれたいと思うところだが。買おう。それでこの顔かよ。そうはいかない。この2年ほど俺はある病気を患っている。心と体の病だ。はっきり言おう。DD だ。DT ではないが ED。はっきり言いすぎよ。どんまいすぎる。ED から2年経ってるのかよ。もう諦めた。今はもう誰かとどうにかなろうなんて思っちゃいない。好きな相手はいない。裏切られるぐらいなら最初から見て触ってめでるだけでいい。それ以上のことは望まなくていい。泣いて何回目よ。ここで2年って正確な年月が。悲しいな。後ろでずっとあえいでてくさ。はぁ？なんて拷問題。ED で精神が破壊されそう。泣いてもええぞ。うわ。お前かよ。ゾルニキ？何してんだ。いや違うんだ、泥沼。お前の女に手を出すつもりはなかったんだ。いや違うんです、ゾル。エリナリーゼさんは僕の女じゃありません。だいたいあんた僕がボツたないって知ってるじゃないですか。ゾルダートさんまで出てくさ。何がどう違うんですかね。そうだったな。すまん。心の傷をえぐるようなことを言っちまった。いいんですよ。ドゥーデウスがどんどん病んでいく。ゾルダートほんまに。ところでよかったですか？最高だったよ。おいおいよだれう。顔トロットロじゃねえか。羨まし。すっげえ顔してる。ですってエリナリーゼさん。よかったですね。当然ですわ。私とした男はみんな幸せになりますのよ。ビッチだけど最高なんですね。エリナリーゼさんとやりたい。俺は知っている。ゾルのパーティメンバーの男、他数名はすでにエリナリーゼに食われてしまっている。PT メンバー全滅。どんだけ食うんだよ。穴兄弟パーティはやばいよ。エリナリーゼさん、何ですの？好き勝手食い散らかすのはいいですけど、後始末は自分でしてくださいよ。もちろんですわ。サークルクラッシャー。好き勝手食い散らかすのはいいですけど、後始末はしっかりしてくださいよ。おいおい、何の話だ？何でもありませんわ。さあご飯を食べますわよ。ひどい女だ。ひどい女だう。めっちゃ鼻の下伸びてる。リッチもここまで行くと好感持てるな。ゾルダートさんいけませんわ。ルーデウスが見てますわよ。でも彼女はロキシーと共に大陸を縦断し、中央大陸まで渡りパウロの家族を探してくれた。ロキシーと共に。ありがたい話だ。くそ、Z
全然羨ましくなんてないんだからね。ゾルダートやめろ。父をもむなう。エリナリーゼはこの逆ハーレム状態でどうやってトラブルを回避するのだろうか。この顔ずっと鼻の下伸びててくさ、どんだけイチャイチャしてるぬ。俺に矛先が来ないようにしてくれればいいんだが。すげえぜエリナリーゼさん。耐えろ、耐えるんだルーデウス。じゃあこれ約束のお金ですわ。いやあすまないな、あんな気持ちいいことしてもらって金までもらうとは。その代わり私に本気になっちゃいけませんわよ。なるほどな、逆売春だったわけだ。それなら問題にならないか。金で解決。払ってるの？逆売春なら問題ないな。いやダメだろ。いろいろとダメだう。問題しかないだろ。裏山けしからん。あなた宛に届いていましたわ。あどうも。ムッキムキで草。ほんと体仕上がってるなう。ルーデウス、グレイラット様。はじめまして。ラノア魔法大学で教頭をしております、ジーナスと申します。ラノア魔法大学？ロキシーの母校じゃないか。今伏ルーデウス様の雷鳴、泥沼のルーデウスはラノア王国にも響き渡っています。調べてみるとなんとあの水王宮魔術師ロキシーノ弟子というではありませんか。水王宮魔術師ロキシーノ弟子。ついに魔法大学からの推薦状が。その素晴らしい技術をさらに磨くおつもりはありませんか。ラノア魔法大学はあなたを特別生として招く用意があります。特別生？特別生徒は授業免除かつ学費免除、本校の蔵書や設備を使い自由に研究等をなさっていただく立場の生徒ですって。へえ。授業も学費も免除。至れり尽くせりじゃん。もう研究者みたいな感じだ。いわゆる特待生か。よくわからんとこから推薦状が来てよくわからんところへと推薦してくれると言われてもな。この2年の活躍が認められたことは素直に嬉しいし、魔術に関してはやや行き詰まりを感じているから興味はあるが、真偽については調べる必要があるか。興味はあるが。母親救いに行かないんか。あー特別生な、いたいた、失神者がいた。唯一エリナリーゼに食われてないいい人はクノオッチャンやんけ。コンラートさんはラノア魔法大学出身だと伺いまして、詳しく話を聞ければなと。まあ失神って言っても5年で退学したけどな。魔法大学はな、お前みたいな変な魔術使うやつとかすげえ魔力持ってるやつに率先して声かけてんだよ。そいつが将来名を挙げると大学の宣伝にもなるだろ。ルーデウス君は変な魔術師判定。5年で退学って何年生なのよ。何にせよ無影響魔術の情報から俺を勧誘したというのなら、まるっきり詐欺というわけではなさそうだ。将来の名声は宣伝になる。怪しい勧誘ではなさそう。っていうか泥沼、お前学校行ってなかったんだな。家庭教師ですよ。結構裕福な出だったんだな。名前の通り、アスラの上級貴族の亡友ですよ。すまん、お前下の名前なんだっけか。グレイラットです。ルーデウス、グレイラット。グレイラットってアスラの地方領主だっけか。なんでこんなところでソロの冒険者なんかやってるんだ。そりゃあ上級貴族の亡友だよ。グレイラットが下の名前なのか。あれ、アースマン、まあせっかく優遇してくれるって言うんだから話だけでも聞いてみたらいいんじゃねえのかな。あー泣かした。ちょっといろいろありすぎてね。そういえばエリスのところに家庭教師に行ったのも魔法大学への入学金を貯める必要があったからだ。シルフと一緒に学校に行くというのが最初の目標だったっけか。入学金を貯める必要があった、そうだったな。最初の目標、懐かしいですね。シルフィ今どこで何をしているんだろう。無事でいてほしい。シルフィ今どこで何をしているんだろう。グラサンかけてたよ。そうですわ、パウロなんかと一緒にいるより学校にでも通った方があなたのためですわよ。いや、エッカリさんなんでまずは集合でしょうよ。あう、またこいつ、またこのビッチは。うお構いなしだな。うパウロたちだってどうせアスラまで戻ってくるんですのよ。その時にちょっと旅に出て顔を合わせればいいじゃありませんの。っていうかエリナリーゼさんが父様に会いたくないだけでしょ。そうですわよ、よほどパウロのことが嫌いらしい。まあたイチャイチャしとる。エリナリーゼさんが来たら大体男でレッテレでくさ。パウロと相性悪いのなんでや。自分の能力を上げるのは大事だが、今はそれを最優先にはできない。今回は魔法大学への入学は見送らせてもらおう。いかんのかい。入学見送るのかよ。2年ぶりだな。うん、久しぶり。うわ出た人髪。久しぶりじゃん。この夢も久しぶりだが、昔のような嫌な感じはしないな。君が順応してきたんじゃないかい。どうだろうな。無職。本体の出番あった。久しぶりに見たな前世の姿。そんなことよりゼニスを探してる最中何度か呼びかけたんだぜ。一度くらい現れてくれてもよかったんじゃねえのか。僕にもいろいろあるのさ。そうかよ、まあ結果的に見つかったからいいけどな。2年まるまる損した気分だ。よかったね、お母さんが見つかって。久しぶりにサロンパスマン。スナック落とせ。ここだけ銀玉なんだよな。あ、まさかロキシーが探してくれてたとは思わなかったよ。彼女は働き者だからね。ほんと自慢の師匠だよ。彼女もベガリット大陸に向かうみたいだし、早く会いたいね。ぼやんとしてるからしょぼしょぼする。なんか信用したくないんだよなこの人。いいのかい、自慢の師匠に今の情けない君の姿を見せても。ん？え？だってそうじゃないか。エリスには逃げられてせっかくさらってこといい仲になれそうなのに、あっちも役立たずで。あっちも役立たず。
この神煽り夜。魔術の腕も多少は上達したとはいえ数年前とほとんど変わらない。剣術だって毎日素振りするだけで別に強くなったわけじゃない。体だけではたくましくなったけど自信持って言えるのかい？あなたの弟子は立派に成長しましたって。言いたい放題言ってくれるじゃないか。つまり何が言いたいんだ？うんボロクソ。めっちゃ煽ってくるやん。言いたい放題言ってくれるじゃないか。今こそ自分を鍛えるべきじゃないか。魔法大学に行けば雑多な冒険者とは比べ物にならないくらいいろんなことを学べるはずさ。なんだそりゃ、どこの塾講師だ。あ、随分さらっと言ったがそれはあれか。いつもの助言なのか。うん、まあそんな感じかな。相変わらず遠回しでうさんくさいやつだなお前は。ケツ振り。尻を振るなう。そうかい。でも今回は僕の言うことを聞いておいた方がいいよ。ベガリット大陸に行くと君は必ず後悔することになるからね。後悔？なんでだ？それは言えない。ああそう。ま、お前が必要なことを隠匿するのは今に始まったことじゃないしな。けどそれじゃ理由として弱いっていうのはお前も自分で言っててわかるだろ？後悔ならもう散々してるが。どうしても大学に行ってほしいみたいだな。一応家族が全員見つかったから俺だって一度落ち着きたいんだ。うん。だから本当の助言はこれからだ。よし聞きましょう。ルーデウスよ、ラノア魔法大学に入学しなさい。そこでピットア寮の転移事件について調べなさい。魔法大学に行け。転移事件について調べなさい。さすれば君は男子としての能力と自信を取り戻すことができるでしょう。男子としての能力と自信。あ、そっちの。え、マジで？俺のエレクテルディスファンクションは魔法大学で治るんですか？エレクテルディスファンクション。エンディングの正式名称やめろ。人神様。エンディング治療のために大学へ。エンディング治るってよ。信用していいのかこれは？すやは。ね、寝とる？やはり沈黙の夫せい。やはり沈黙。沈黙の夫せいよ。息子を確かめるなう。そっか、これが治るのか。学院に行けばいろいろ解決するってよ。そっか、これが治るのか。なんで一緒に寝てんだよ。今まで世話になりました。頑張れよ。元気でな。エンディング直しに魔法大学入学。入学理由それかよ。そういう理由で行くのか。あの兄弟たちのお見送り面白すぎるだろ。ゾル、今までお世話になりました。ああ？なんか世話になるだけなって何も返せてないのですが。ツンデレ兄貴。ゾルにキスねるなう。彼はこの数年間なんだかんだ言いつつもずっと俺に気を使ってくれた。別にお前の世話なんぞしてねえ。むしろ利用して稼がせてもらったんだ。ありがとよ。無駄にかっこよくてくさ。ゾルダーとの精一杯の悪い顔いねえ。やっぱり数年間いたんや。でもまあよかったんじゃねえか。あれ治るんだろ？まだわかりませんが。そっか。何にせよそのうち俺らもそっちに用事ができることもあるだろう。そん時はまた二人で飲んで召喚にでも行こうや。ふふ。ゾルそういうとこだぞいいやつだなお前。ほんと嫌にきすぎる。そして俺はラノア王国へと旅立った。エンディング来たー。新たなる旅立ちほんと。エンディング直すために魔法大学入学すんのくさ。無心にスクワット。またやってんのか。嫌になっちゃうよなう。まだ見ぬ強敵たち。やっと大学編始まるな。変なやついる。なんだ今のケツスリスリ。アホおじちゃん。今ゴリラいなかった？ゴリラみたいなやつなんだよ。シルフ。シルフと再会あるか？新キャラ？たちが続々と。魔法大学めっちゃ面白そうじゃん。なんこの魔王みたいな見た目の鬼？もしかして魔法大学って変人しかいないのでは？これは続きが楽しみなエンディングですね。こっからが2期みたいなとこある。楽しい学園生活になりそうやな。悪い顔のいいやつ提供。長い長いアバンがようやく終わるのか。学園編から見ればここまでは壮大なアバンだったと。終わったってまだ4話なんだ。うまいかい。内容濃いからもっと進んでる気してた。もしかして今期の無職は息子の活力を取り戻す旅なのか。そういうテーマなのか。学校生活が始まる理由がエンディング回復のためとかなかなかねえよな。うこっから無職転生ホグワーツレガシー編ってことでよろしいか。ようやく次回から魔法大学編か。